はい、はじめましての方ははじめまして、そうでない方ははじめまして、おはようございます。不名誉不名と申します。今回からはこちらラビラビというゲームを遊んでいこうかなと思います。取扱説明書、こんな堅苦しいものなんだね。じゃあいいや、戻ろ。はい、じゃあニューゲームいきます。とある村にアリスという女の子が住んでいました。アリスはお友達のウサギリリと平穏な生活をしていました。リリー、リリー、全くどこに行ったのかしら。ダメ、そこに行っちゃ。あ、リリ、またリリのおかげで変な場所に来ちゃったじゃない。どうしてくれるのよ。穴を見るとどうしてもつい僕の悪い癖、てへ。そんな可愛い顔しても謝ったことにはならないんだから。で、どうやって出るのかしら。探すしかないと思うよ。まるで他人事ね。では行きますか。ちょっと待ちなさい、リリ。なるほど、リリという名前がついたんですね。絵の雰囲気だいぶ変わったな。私でも飛べそうかも。左右で移動、 A でジャンプ。忘れてないよね。忘れるも何も今作初なんですが、 A ジャンプ、 X で切り替え、 Y 必殺、爆発のことかな。これでいい。この雰囲気、なるほど。こんな感じで、右下のあれは短い時間でクリアするとマークがつくとか、そんな感じなのかな。だから、お、こういうことよね。アリスと僕を切り替えるには X ボタン、リリー踏んでもいいよね。そう、下にこれが表示されてるんだな。これも読まないと。てか今回ボタン操作だから、十字キーをいじった時のカチャカチャ音が結構聞こえるな。あ、スティックでもいけるな。こっちの方がいいか。これはだね、こうで、あ、やってもうた。僕じゃ鍵は開けられないよ。そこまで器用じゃないです。ふふふ、私の出番ね。セレクトでメニュー、スタートでポーズ、こっちかな。ポーズじゃなくメニューの方か。あ、そうね。こうで、こういうことね。で、こう来て、どうだったか。待て。こっちに、こういうことだね。うんうん、なるほど。まあすでにやったことがあるかのような、そんな、よいしょ、難易度の取れないだと。つまりそういうことか。ん？お、前よりも動き軽くなってるかな。やりやすい気がする。一人じゃ越えられない壁も二人ならなんとか。僕の力が必要なのね、結局。もうセリフ読むの忘れちゃう。いよいよ僕の必殺技が炸裂。 Y ボタンをポチッとな。これは先に連れて行って、こういうことね。Y ね。ポン。はい。もう手慣れたものよ。
何か嫌な予感のするモリネ。森の中は迷子になりやすいから気をつけろよ、アリス。あんたいつからそんなに偉そうになったの？あとセリフがね、ボタンを押して進むタイプだといいんだけど、勝手に進んでいくからね。帽子、あの帽子似合うかな？試してみれば？じゃあ試してみる？よいしょ。あ、前より押し、一気に押せるようになってる。あれ？これは、あ、ちょ、待って、押しやすくなった分ちょっと、こうか。おろろろろ、ワン。相変わらずだね、君はね。通れないんでしょ、どうせ一人じゃ。どういけばいい？これで越えればいい？どういける？これ、ね、こう来てこう行くか。でこう、あ、ちょっと待って待って待って、こうで、こうでちゃんとこっち向くんだね。ほっ、よし。じゃあ君が言っても意味がない。これ扉、あ、落ちちゃったらダメか。扉ね、リリーの方で言ってもダメなんですよ。てかリリーっていう名前がついたんだね、今更だけど。次、ヒッピー。ん？これはおっていくでしょ。で、リリを犠牲に。いや待って、それだと上行けなくない？高さ的に。え、どう行く？あ、2人で協力してまた行く感じ。あ、うっとっとっと、危な。ほっ、おっとっとっと、怖っ。ほっ、ちょ、危なっ。危ないよ、やめて。で、こう来て、こう乗って、これ高さ的にさ、これ踏み台にしていくってことよね。スピードが重要だね。行こう。ほっ。こう、あーん、あー、あ、あ、厳しくない？え、厳しくない？ま、ここいける？あ、いけた。普通にいけた。あ、逆、逆。こっちを頭に乗せて、はい、あー、出てます。あ、違う、あー、あ、セリフ読んでなかったね。僕とアリスが合体。なんかいやらしいわね。よいしょ。お、このくらいでこう体当たりすると、ウェイウェイ。こうだ。オッケー。オッケーはいいんだけど、こっからどうするかなんだよな。少ない？だいぶきつない？これ。あ、待って待って待って、よし。きつくない？アクション、アクション要素は相変わらず強くない？またあのお邪魔な猫だよ。
なんとか利用できないかしら。なんとか利用？なんだ利用って。おっ。のん。もうちょいこっちか。で、こう来て、で、こうか。ああ、両方行かないとダメなの、これ。ま？この時点でダメくない？あ、いけ、いけ、いけ。利用ってそういうことかい。なるほどね。ああ、はい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 。なるほど。鍵がいっぱいあるね。鍵を取ったらアリス。針の餌食だよ。ウサギ、リリは2回爆破できる。とりあえずここは爆破しないと通れないもんね。ジャンプ力あるな、結構。よし、なんとか、なんとかいった。で、下どうなってるこれ。あ、見覚えあるぞ。も、見覚えあるぞ、前作で。2回爆発できるんだもんね。どうしよっかな。一応前回と違う方法でもいけるにはいけるんだろうけど。いや、ここは素直に前回と同じやり方でいくか。どうやったっけ、そもそも。ね、まずね、フップ、フップ、フップ、ほっ、よし。そこ開いちゃうんだね。で、H、ほっ、ああ。まだいける。まだいけるぞ。リカバリーは可能だ。こういけ。こういける。あれ、ダメくない？ここでジャンプいけなくない？リカバリーできなかった。あ、そっか、あそこ消せばよかったんだ。そっか、前作と違うのはここが2箇所同時に消さないといけないってことか。よし、タイミング大事だな。こう来るでしょ。で、で、まあ、どうどうどう。当たり判定が分かりづらい。ここで、爆発するでしょ。ああ、またかよ。またかよ。まあいいや。で、こう言っておくでしょ。で、ここで土管すればいいんだ。よいしょ。そうすればここからこういける。はい、オッケー。オッケーです。任せろ。セリフ読んだっけ。ここ鍵がいっぱいあるね。読んだな。次、あの鍵は命がけで取るのかな。僕は嫌だからね。アリスが取ってよ。なるほど。そういう、そういうこと。うわー、うわー。はい、よんよん。じゃあ、命がけでよろしくお願いします。なるほど、本当にこれ命がけで取るわけではないってことか。上の帽子ね。だから、まあ、とりあえず向こう行こう。で、ここ登れるか。自力で登れたな。で、あ、
そんな感じになったんだ。これを、どう落とせばいい、これ。あ、わかった。わかった。アリスをここに落としておいて、で、帽子をアリスに乗せればいい。で、そこからこうだ。オッケー。で、こうで、こういうことか。はい、なるほどね。いいね。今度は山。足がクタクタだよ。そういえばリリ、足あったんだ。僕を何だと思ってるんだい。足はちゃんとあるよ。まん丸な体だから見えないね、足が。さて、これさ、ステージを見るとかってないのかな。あ、スタート、ポーズ中に見れるんだ。なるほど。ん？上からはいけない。トゲ、うさぎゼロ、なんかこの画面だとトゲからキノコが生えてるように見える。どういくこれ。いける？いや、いけないわけがないんだけど。どういけばいいこれ。皆目見当がつかん。だって上からは多分あれいけないでしょ。緑の鍵が1個ある。それがミソなんだろうな。帽子。鳥さん。あ、わかった。そういうことか。あそこを、あの鳥の進行ルートを塞いでいる緑のブロックを消せばいいんだ。理解は幸せ。さあ行こう。で、どうするの。この猫邪魔くない。こうとかいける。いけないよねー、いけないよねー。やることは分かったんだけどさ、邪魔よね。どうする。からとかいけないもんね。わからんのやけど。やることは分かっても取り方が分からん。どっちか片方しかいけないもんね。
かといってアリスをここに残したままだと、あの緑の鍵をリリで取った瞬間に落下するよね。わからないんだけど。あの猫超えられないでしょ、一人じゃ。これこれこれ、邪魔な猫超えられないの。鍵も取れないの。ふう、難易度上げてきたな。サファリわからないぜ。こっから強引に行くとか、行ける気はしないね。ここでこう行くしかないか。いけるこれ。あ、いけた。いけたわ。いけたけど、こっからどうする。奥まで押しちゃったしな。うぅ。あ、この猫、乗るの？乗るんだ。へえ。いや、乗ったとしてもな、その後どうするって話になるよね。下まで落とすには、考えろ。まずこっちでこの辺りかで、違うな、まず上に行かせないとダメだな。まずこう来て、でこの辺りで、これを、邪魔だな、この子邪魔だな。どうする。うん、なんとかどけられはした。で、これを押す必要があるね、落とすためにね。どう、乗れ、違う、そうじゃないんだ。ふっ、この状態でこっちまで来て、もうちょいか。ほでこう来て、これで両方いけるな。こうで、よしで、こう取って、邪魔だな。こいつ邪魔だな。
仕方がない、下から行きましょう。あ、帽子がもう押せないや。よいしょ、飛べるか。ここならいける。こうやって徐々に行こう。あなんだこれなんだこれ、何をしてるんだ私は。まずこっちでしょ、こっちで、こっち側から行くか。で、ああ、やっぱり乗ろうとするとな、どうしてもな。っていうか、ほんと邪魔だな、この猫。帽子を下に落とさないと両方来れないもんね。いや待てよ、両方行く必要ないか。こっちで待機してもらって、ダメか、ダメそうだな。落とさないといけないんだけど、いや待てよ、猫ごと落とすか、あちょっと待て、猫ごと落とすか。で、でだ、この帽子どうする。この帽子をどうしよう。とにかく猫が邪魔なんだ。とにかくこの猫が邪魔なんだ。どけ。よし。邪魔。で、出た。これ上取ったらどうなる？あ、妨害して上しては来る。もうちょい、もうちょい端。怖っ。怖いな。押せ、押せ。そうだ、押せ。てい。こっからどうしよう。いや、リリならいけるか。こっからでも十分いけるな。で、ここで待機して、ここで、おだぶだぶぶの、どうしようかな。ここら辺にするか。で、いくよ。よし、怖っ。で、あとはここに乗ってスッと、へえ、はい、オッケー。よし、次。あの猫しつこいよね。僕よりジャンプできるやつを僕は許さない。はい。で、ゴールそこだから、リリと一緒に行ければすぐにでもゴールできそうだけど、この猫が邪魔なんだな。まあ、とりあえず上に乗ろう。無理か。こう。で、また端っこに乗せて、はい。で、この状態で、こういくか。
でだ。でどうする？この子を猫の上に落としたらどうなる？これ。頑張って。とりあえず合流させればいいか。どうしよっか。ここでこう来てこう、うん、よしよし。で、でだ。うん。ほんとしつこいな。ほんとしつこいな。でだ。こう来て、片方が体当たりしてる間に帽子を押してどかすみたいな。いくよ。よしよし。で、体当たり。これで両方ともいける。よしよし。あと、上。ほんとしつこい。はい、あとはゴールするのみって言おうとしただけなの。はい。ふう。じゃあ。今回はこんなところにしておこうかな。パズルゲームやっぱ楽しいね。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。これセーブされてるよね。B ボタンタイトル？ロードゲームってあるもんね。はい。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。次回3の3から始めていきましょう。じゃあねー。